はい、皆さんこんにちは、アーネスト福知山のゆかです。今日からは南アメリカ州ですね、の地理の勉強をしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、最初にどんな国があるか、また例によってね、見ていきたいと思うんですけど、あんまり馴染みのない国がたくさんある感じがしますね。皆さんの知ってそうなのは何かな、ね、ね、アマゾン川が流れているということとか、それから、エクアドルの沖合の直下にガラパゴス諸島があってね、ガラパゴス諸島があってイグアナとかがいるとかね、それから、ペルーのアンデスの山中にインカ文明が遺跡マチュピチュってあってとかね、そんなぐらいでしょうかね。チリが好きとかね、外国の話題が好きな人は、こんなの知ってるかな。ベネズエラは、石油がたくさん取れる国です。ベネズエラは石油がたくさん取れます。パナマには、このくびれたところね、パナマにはパナマ運河があります。それから、南アメリカ大陸の背骨のような、ね、山脈がアンデス山脈です。これは知ってますね。で、アマゾン川以外にもう一個忘れてはならない大きな川があるんです。ラプラタ。これでも川の名前なんですけど、まあ、日本ではラプラタ川というふうに言われます。こういった、川がありますね。まあ、さらに言えばといってどんどんこう地名は、例えばブラジルの方は高原地帯なんでブラジル高原って言ったり、それから、この辺りね、結構高地なんですね。ギアナ高地って言ってね、間違えてほしくないのは、アフリカのここら辺はギニア湾です。で、ここら辺はギアナ高地です。このギニアとギアナっていうのはね、なんとなく似通ってて間違いやすいですけど、ギニアとは一緒にしないでねと。ギニアと言ったらアフリカのここら辺になるしね、ギアナといえばここら辺になるしです、ね。いっぺんによく覚えるのはもう無理とか嫌だっていう人は忘れてもらっても結構です。で、こういう国々が今あるんですけど、まあ、どういう経緯でこういう、国々が生まれることになったのかを紹介して今日の話に変えていきたいと思います。でね、この前まで北アメリカ州、アメリカ合衆国とか、それからカナダとかね、特にアメリカ合衆国を中心としていろんな話をしてきたと思うんですけど、皆さんね、アメリカ合衆国がイギリスから独立した国だというのはこれは知っていると思います、ね。いつのことかというと、1776年の7月の4日にフィラデルフィアの町で独立宣言が読み上げられた。だから7月4日はアメリカの独立記念日になってますよ。毎年ね、7月4日アメリカではさまざまなお祝いやパレードなどが、行われています。
でそういう時に、一番活躍した人、独立の父っていうのが、出てくるわけですけれど、ジョージ・ワシントンです。アメリカの場合は何と言っても、ね、まあ、ワシントンさん一人で独立が果たせたわけではありません。大勢の人の努力と協力によって成し遂げられたわけなんですが、でも一応ね、アメリカでは独立の父といえばジョージ・ワシントン、ね、アメリカではジョージ・ワシントンという、ね、ことに落ち着きますが、実は南アメリカの方ではね、このワシントンさんのような独立の父にあたる人が3人いるんです。3人の独立の父が活躍しているんです。名前全然知られてませんけど、イダルゴさんという人と、シモン・ボリバルさんという人と、サン・マルティンさんという人です。でね、話はいつの頃の話になるかというと、これも皆さん知ってるかな、フランス革命、ルイ16世が処刑されてしまうフランス革命ですけど、1789年に起きましたね。まだ日本では江戸時代ですけど、1789年。でその1789年に始まったフランス革命ですけど、それからあと20年以上ああだこうだああだこうだと、事件が続いていくんです。そしてその最後の方で将軍ナポレオン、なんか聞いたことないですか、ナポレオンっていうのが登場してて、ね、ヨーロッパ大陸をほぼ征服制圧していく、ナポレオンの天下がやってくるんです。1800年代の初め、1812、3年ぐらいまでです、うん、なのでそんな中でスペインの方もね、スペインの方もフランス、ナポレオンにね、征服されたんです。征服されたなので、逆に言ったらスペインによって押さえつけられていた植民地にしてみたら、自分たちを押さえつけてたスペインがナポレオンにやっつけられたんで、スペインの植民地にとっては本国スペインがナポレオンにやられたっていうことは独立のチャンス到来なんでね、ということで、あちこちで独立運動が火を吹き出したんですね、はい、でイダルゴさんっていうのが、メキシコの独立の父です。1811年、ね、立ち上がります。それからシモン・ボリバルさんっていう人は、ここら辺の独立の父です。ここら辺と言いましたけど、ここら辺の一帯をね、大コロンビアって言いました。大コロンビア独立したんです。でその独立後に分かれていった、コロンビアとかベネズエラとか、ね、あるいはペルーとかボリビアいう国もありますね。ボリビアという国は、シモン・ボリバルさんの名前から国の名前をつけてるんです、うん、そういう国です、うん、シモン・ボリバルさん、ね、モロに名前をもらっています。それから、南の方にこうチリとかアルゼンチンとかありますよね。このチリやアルゼンチンの方の独立の父にあたるのがサン・マルティンという人です。サン・マルティンという人です。で、ついでに言えば、ポルトガルの植民地だったブラジルも大体時を同じくしてポルトガルから独立をしていきます。というふうな形で、そういう流れでここら辺には今のたくさんの国々の、まあ、元が生まれたわけです、うん、で、ここら辺の人の、うん、共通点を言っておくと、ヨーロッパ系の白人です。白人の人です。
先住民の人を押さえつけた白人がヨーロッパの本国からは独立したいという形で独立をしていました。ですので、この南アメリカにはまあなんていうかな、先住民が下敷きになったようなそんな国が、そんな世の中が生まれていったっていうわけなんですね。先住民が、先住民の地位を引く人たちが社会的な地位を上げていったりするのには長い時間が、これからもかかるようなんですけど、ですけど、南アメリカ、中南米というところは結構ね、いろんなところからいろんな人がやってきてるっていうことで、アメリカ大陸のようにここ100年200年で移民がどっと集まった国じゃなくって、500年の近くも昔からスペイン人やポルトガル人が入植したということで、すでにヨーロッパの人の血と、例えばスペインとかポルトガルの人の血と、それから先住民の血、あるいは黄色人種、黒人、白人、肌の色の違いをはっきりさせるのは、まあ、遺伝子が、ね、原因ですけど、そんなのが、ね、かなり混ざり合っています。混ざり合っています。純粋な白人というのはもうほとんど見られないです。純粋な黄色人種もまたなかなかない、そういう人たちが作る国なんでね。アメリカなんかはサラダボウルって言いましたけど、まだこれからまだまだ苦労の末に溶け合うまでには時間がかかるということですけど、こっちの方は結構すでに溶け合ってますので、溶け合ってますので、そういったね、北アメリカのような人種差別とはちょっと縁がない。ただやっぱり経済的に苦しい人々が多いわっていうような、そういう現在です、ね。南アメリカ州をこれからまあ勉強していくんですけど、まあどんなところなのかなというふうなね、興味を持って、勉強してくださったら嬉しいです、ね。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスなんかはね、南半球、ね、アルゼンチンのパリとか言われたりするんですね。フランスのパリと似たような街づくりがされたかららしいんですけれど、ね、そんなところもあればマチュピチュのようなところもあるし、ね、パタゴニアっていうのがこの南の方にあるんですけど、ね、寒い寒い偏西風が吹き刺さる、牧場しかないようなところもあります、ね、かと思えばエクアドルやコロンビアなんかではバナナが重要な輸出品になっています、ね、赤道直下から高山地帯もあるし、ね、南極に最も近いようなところもあるし、ね、多様な、気候、自然環境の中で多様な人々が暮らしている南アメリカ州をまた、しっかりと勉強をしていきたいと思います。日本とはね、移民の関係で結構、交流をしてきた地域なんですよ。ブラジル、ペルー、パラグアイやウルグアイには、日本から、移民の方が行って、まあ、苦労もしながらそこに日系人社会を作って現在に至っています。大晦日の紅白歌合戦も、ブラジルでは放送されているぐらいですからね、南アメリカ州を皆さんにはどうか近いところのように感じてほしいと思います。じゃあ今日の勉強はこれで終わりです。ありがとうございました。